洋々ようよう洋服ほどに糸を空悩みして乱り心地糸耐えが通ってまかでん空もほとほとしゅうこそはべりぬべけれとのいどころ譲りたまいてんやと中常にれえたもおとどそんやおん休みどころ求めよおきな糸をえいすすみて村になれば ままかり入りり入入ぬと、いい捨てて入りたまえぬなかなか夕霧もやるじゃないかと思うところですが <laughs> 次第次第に世が更けていくほどに夕霧は大層わざと苦しげな様子をしてそ空悩みして それほどじゃないんだけれども酔っ払ってもう気分が悪くなったというふうな様子をしてで乱れ心地糸耐えが通って酔いすぎて、えー、もう乱れ心地がた,たまんなくなりましてこれからこのお屋敷を退出させていただきますその空も ほとほと衆こそはべるぬけれ、うん、退出して辿どっていく道のほども、うん、そう頼りなく思われますどうかその居所を譲りたまえへんや今夜一晩宿り場所を で泊まらせていただけませんでしょうかと中常に憂えたもう柏木に心安く物のの言える柏木に、えー、いかにも憂わしいようにしてお頼みになるそんな雰囲気を足して、えー、おとどは 内大臣は阿蘇んやあるいは阿蘇のム,ムーモをなくして阿蘇やというふうな場合も古くありますがここは阿蘇んやとこう言ったのこのわしはあごめんなさい自分の息子を忠に対してあの中蔵に対して んやとこう言ったんですね柏木屋夕霧のお休みどころを探しておいで大きな自分のことですこの老いぼれはもうひどく酔ってまことに失礼な状態だからして。 えー、もうここで退出させてもらうよ奥へ入らせてもらうよと言い捨てて、えー、お入りになった花の影の旅ねえよいかにぞや苦しきし,しるべにぞ食べるやといえば 末にちぎれるあだなる花かは勇姿やとせめたも中上は心のうちにネタの技やと思うところあれど人様のおもう様にめでたきにこうもあり果てなんと心寄せ渡ることなれば後ろやすく導きつ,つ柏木は 花の陰の旅ねよこの花は心の恋人の夕霧の心の恋人の雲江の狩りですね。ちょうど花の影に身を寄せての旅ねよね。 一体どう扱おうかどうかどしようか。苦しきしるべにぞ、ハべる、ハべるや。私の役はつらい道案内の役ですね。というと夕霧が松にちぎれるは、あたなる花かは。松に寄りかかって咲く藤の花は、 あだ,あだな花であるわけはないでしょうよ。勇士やそんな言い方は縁起でもないことだと中将をお責めになるつまり自分が苦しきシルるべズをハベルやとこう 柏木が言ったそのことを松に寄りかかって松にすでに心を寄せてそれと、ね、恋の成就を待っているその心で咲いている花があだ花であるわけはないでしょう。 柏木が「田植めの袖にまがえる藤の花見る人からや色もさらん」というふうな割合にあの二人の恋の思いに心恋好意を寄せたような歌を、うん、既にこう歌ってるわけなんですけれどもそれで言いながら「の花の影の旅ねえよいかにぞや」 苦しきシルベニズ・ハベルがうう、うん、それに対して松にちぎれるねかねてからも心に待ちかねてそして、えー、松に寄りかかって咲いている花がアダマナであるわけはないでしょう縁起でもないというふうにしてこう。お 柏を攻めてい攻めてってなんかもうその正面から真剣に攻めているわけじゃないんだけれども、うん、酔っ払ったその親しさの中で狙、えーね、っているような気持ちですね。で中条は心の内にネタの技やネタの技やなんかこの後に及んで夕霧に。 まんまとやられているような感じがするわけでいまいましいことよと思うところはあるけれどもしかし人様のおもう様にめでたきにもともとこの夕霧という人の人柄は理想的に人柄のいい人であるからしてこうもありはてなんと心を寄せ渡ることになれば結局2人の間自分の兄弟である 雲の狩りとそして、えー、いとこであるこの夕霧との長い恋結局こんなふうになるべきことだと自分も心をずっと寄せてきたことだからしてで後ろやすく導きつ柏木も安心して女気味のところへ 夕切りを案内したでこれから二人のあれがちょっとこう展開するわけですけどもここで今日は時間がまいりましたから終わることにいたしましょう。